はい、おはようございます。SPKです。2024年2月の15日、2月も中旬、真ん中確かにもですね。まあ、正確に29日まで、今年ウルード年ですよね。29日までしかないから、あれ今年ウルード年あれ ?2024 年だよね。そうだね、ウルード年 OKOK、うん。なんで、29日までなんで、もう半分超えたところです。今日はこちら、はい。衣川、国見平スキー場来ました。はい。ここ語ると長くなるんだけど、まずこちらね、駐車場、はい、ドロンコまみれ会場です。はい、そして途中のところはね、来るときにゲレンデ見たんですけど、雪が全然ないですね。やべえって感じですね。こちら、なんかすごいこと書いてある。はい、ゲレンデ内積雪不足のため全コース冷や雪となっています。ご了承いただけますようにお願いしますって感じですね。こちらは、センターハウス、こちらがセンターハウスですね。でリフト券売ればセンターハウスだか、あっちの中小綺麗な建物じゃなくて、こっちでリフト券を売ってるようです。あ、食堂もありますね、ここ。うん、なるほど、把握しました。であっちがね、レンタルとかあるんですね。なんか逆じゃない、まあ、とりあえず、ね、ちょっとね、ここのスキー場で、ね、語りたいこといっぱいあるんで、今から語っていこうと思うんですけど、まずここ、奥州市でいいんだよね。奥州市にあります、岩手県の南側にあるね、一ノ関とかあっちの方ですね、にある、市ですね。そこにかつて去年までというべきかな、スキー場が3つありました。3つです。うん、なんだっけ、やべえ、思い出せない、恥ずかしいよ。姫川湯とかね、そんな感じだったよね。うん、スキー場3つあったんですよ。ただ、吸ったもんだ、いろいろあって、結局この1箇所を残して、残り2つを閉鎖することに決めました。その生き残ったスキー場ですが、ここも単独でやはり経営難、継続していくのが難しいという状況になっています。うん、市町村合併が平成初期中期頃にあったんですけど、まあその時に結局各自治体がスキー場を持ってた状態から合併したんで、合併後のスキー場に複数のスキー場があるという、はい、ところが今でも何か所かあります。まあ、ここの奥州市もそうなんですけど、あと高山市岐阜県ですね、もう方もね、やはり複数のスキー場を持ってて今整理中っていう感じですね。はい、そんな感じのところがあって、まあなかなかね、そういう厳しい事情が伺えるところです。こちらもどうでしょう、継続していくのはどうでしょう。正直ね、このドロンコまみれと、あとね、この辺今立ってるとこね、ネット全くつながらない、ドコモ回線も、au 回線もつながらないで、ちょっと今ねかなりね涙目になってるところです。はい、そんな状況のところですね。だからちょっとちゃんとこれからやっていくんだったら設備投資していかなきゃいけないんだろうなっていう感じがします。今パトロールの方が上がってきました。はい、コースチェックしてるようです。この後もしかしたら雨、今ここら辺に見てる雨雲ね、こっからあと10キロ以上北に行くと雨ジャーザー今降ってるからね、今かろうじて避けてるんで、まあ、この雨をもう一発食らったら、おそらくここのスキー場も今年クローズになっちゃうと思うんで、まあ、その前にまずちょっともう雪のない、ちょっと申し訳ない映像になっちゃうんですけど、皆さんに映像を残していこうと思います。よし、じゃあとりあえずセンターハウスでリフト券買って、なんかここの女子便所、男子便所っていうのがなんかやばい雰囲気醸し出してるんだけど、とりあえず一応ね、チェックしていこうかなと思って、食堂もそこにあります。じゃあ行きましょう、レッツゴー。ここか、時間線かな。はい、我慢したんですけど、トイレね、かなり匂いがきついですね。うん、アンモニア臭がやばくてね、今シーズン訪問した中でちょっと、うん、結構ね、最下位なレベルのトイレでした。きつい、トイレの中で空気を捨てるんですよね。私厳しかったです。今日は1回券400円、5時間券4000円、まあ1日券は滑る気なかったんでっていう選択肢だったんで、5時間券買ってきました。5時間券3000円です。はい、いやー、なんかね、まだ滑る前だけど、お客さん来ない理由がね、分かる気がします。食堂をね、一応ありました。はい、今ね、おばちゃんが一人で用意しました。うん、よいしょっと。で、そこ、喫煙所ね。
あの喫煙所があります。あのといっても、食堂の出入り口のところに一斗缶を蓋開けて置いてあるだけです。ちょっと食堂のね入り口のところにね一斗缶で、ね、一斗缶っていうかあのまずね喫煙所を置いてほしくないんだけどな。やべえ、もう不満しか出てこないぞ、やばいぞこれ。うん、いやこれはね相当ねゲレンデね浮世絵ってやんないとね、なかなかねなかなか厳しいかなっていう気がします正直。うん、はい、レンタルインフィニティ、インフィニティってどのインフィニティだろう。インフィニティって名乗るのはね結構いるんですよね、あの特にスノーボード業界で。よし、まあ、今回はレンタルはしないんで、まあ、建物だけのご紹介のつもりです。はい、イエーイ。思った以上に行きったレンタルじゃないですね。そしてコースマップがここにあります。はい、そんな感じですね。なんか結構ねあべこべって感じです。よし、じゃあとりあえず結構やばい状況が見えてるけど、とりあえずこのねゲレンデを滑っていこうと思います。レッツゴー。はい、じゃあまずファミリーコースから滑ってみましょう。いいんだよね、こっちでファミリーコースかけるね。風触ってるんだよね。とりあえず向こうから切り込んでいこう。もう石が露骨な石ですよね。露骨な石がいっぱい出てます。うん。ファミリーコースよね。ファミリーコースでした。わかりましたね。シーセップワイルドコースだった。ごめん。全然 Z じゃなくて、Z はもう一本こうだ。うん。とりあえずコースの解説的に行くと、
これあのチェーンソーかノコギリで切ったような感じなんで、おそらくここをあの木を切ってコース切り開いて、いやー新設コースだよって感じで多分ね新規で作ったんだと思います。うん、ただ今この現状であの気持ちよく飛ばすとこのブッシュ板に当たりまくっておそらく大転倒するんで、あの慎重に滑ります。うん、というわけで新設ワイルドコースです。なるほど、まあ、何かをしようとしたんだね、とりあえず新コースを作ろうとしたんだねって感じだね。がなかなかこれはどうかと、いやこれターンするの怖いな、引っかかる気がするな。あのブッシュがなければ全然ね大丈夫なんだけど、あのブッシュが出まくってるんで、ターン中に変な風に引っかかると大転倒するんでちょっと怖いです。あので幅も狭いんで、あのリカバリーする余地がどんだけあるかみんな怪しいんで、やってもう今こっちに引っかかってるもんね。この辺から動くかな、どうも。じゃあもう、慎重に滑っていきましょう。この辺から引いていかないといけないですね。はい、谷さんあるするか右側を抜けるしかないと思いますので、右側抜けていきます。うん、これはねやばいね。ちょっと今からでもブーツちゃんと締めるか。あれ結構詰まってるんですか。なんか左ブーツ出てるけど、ブーツ壊れかかってないよね。はい、じゃあ行きましょう。こんな感じですね。でも私のこの板の長さ分ぐらいしか幅がない、しかもその上でもさらにブッシュがあるんで、さすがにこれ危ないんで、ずらしずらして滑ってくる。ほんとこれ危ないですよ。うん、あの怪我はさせないですね。で、ここでじゃあまた来たんです。じゃあ置いていきましょう。もう ここまで狭いと何かともうリカバリーするよってないからね。はい、でここから行って、まあ、右抜ければ多分いけるんだけど、あのこのところで怪我したくらいで、まずまず慎重に行きます。一番大きくあるね。ここはターンできるかな。うん、でここのこの部署を返してターンすればいける気がするんだけど、どうだな、まあいける気がするな。そうそう、木からの跳ね返り口に雪をくる。じゃああと慎重に打っていきましょう。
はい、以上が新設ワイルドコースでした。じゃんじゃん。はい、じゃあ第一リスト置いて、ちょこっとワイルド Z コース行きます。ちょこっとワールドコースです。以上がちょこっとワールドジェットコースでしたね。よし、はい、じゃあ林間コース滑っていきましょう。林間コースで、林間コースですね。上からこれ道路ですね。普通の道路です。道ですね。
これはなかなか、これはなかなか左側のバンジーだな。こんな感じで全校滑ってきました。やれやれ、ちゃんちゃん。じゃあモーグルバーンコースいきます。この大クリフォーって水に落ちていく感じかな、そんな感じだと思うんだけど、ルートが分かりません。じゃあ行きましょう。モーグルバーンコースです。まあ、状況は悪いんで、まあ、進展していきましょう。幅があるから、まあまあまあなんとかなるでしょう。困るね。キックターンするか。キックターンしてここを斜めに行く。引っかかるな。あの広いところでちょっと減速頑張ります。はい、怖いね。北海道結構少なくて、なるほど、まっすぐ直下ってもいいんだけど、右から逃げていきましょう。以上がモーグルバーンコースでした。はい、じゃあ第一リフトでダウンヒルコースとってもとも行きましょう。レッツゴー。これ1だよね。これこれマジこういったことある？怖っ。さあ、じゃんじゃんだけど、熊の踊り場コース行こうと思います。で、むちゃくちゃ難易度高そうです。行きましょう。
これですね、クマの踊り場コースです。この看板の作り方とか見ると名物コースなんですよね。一気に撮ってこうコース空いてんだよね。空いてたら行かざるを得ないんだよね。嫌なんだけどな、本当嫌なんだけどね。いや状況的に絶対危ないしね。でも空いてたら行くというのが私の方針です。そしてあ、これはクローズかな、クローズだよね。そこを棒立ててあるし、こっちから侵入できるけど、これはね私クローズしてると判断します。しゃあ、いやあの一応上からのチェックですよ。はい、こんな感じね、こんな感じね。はい、熊の踊り場コースです。いやほんとね、リストから見てね、あの辺で右側の方に逃げて、そこから左側の方に逃げてとかね、シミュレーションしまくったけど、いやよかった、ここにねあの赤いポールを横に立てて、もうこれ以上いくら的な感じになってるんで、はい、多分そういうことだと思ってます。うん、やろうとはいけるけどね、ちょっと雪とかゴロゴロしてて危ないし、これはやめておきましょう。はい、というわけで、はい、熊の踊り場う回路コース出てきます。うーうー、危ないところで進んでる感じ。壊滅的でしょ。一応私降りてくることできるよ。うん、できるよ。決してね滑らなくて良くなったからね、今強気でいたわけじゃなくて、マジで降りてくることができるからね。でもね、そうだけどこれ危ないからね、気をつけてね、滑らないことにしました。皆さんのためにね、思ってね、そういうね安全なことに注力する YouTuber であるということを私はねアピールしておきます。はい、そういう感じです。はい、オタク特有のこういう時に早口なのは大体なんかね、焦ってるんですね。ではね、迂回コースを観察しておきます。以上です。こっちに交流して2本目だから最後出てきますね。はい、というわけで、はい、じゃあこの国見平スキー場の第2ゲスト沿いテクニカルコース、太陽出てるしね、パーッと降ってきた瞬間に検討です。
場がテクニカルコース、さあちゃんちゃん。はい、そんな感じで国見平スキー場増えてきましたね。なんか普通にタバコ吸ってる人がいるけど、まあいいや。でねコースレイアウトとしてはこの第一リフト沿いで巡ってく、何本ぐらい7本ぐらいのコースと、あと向こう側ちょっと見かけてる向こう側の、第二リフト沿いで滑る2本3本コースですね。うん、多分難易度とか斜面設計として名物なのはおそらくこの向こうの第二リフト沿いにある熊の踊り場コース、本日滑った唯一のコースですね、が名物コースですね。で気持ちよく滑る場合、そして雪残りがいい感じなのはこの第一リフト沿いのこのダイナミックコース、そして第二リフト沿いにはテクニカルコースがいい感じに思います。はい、こんな感じなんでね、まあ一番下のところが気をつければ結構ね綺麗にサッ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 とね回せるような雰囲気な感じです。斜面です、いい感じです。でちょっと、いやなんとか逃げ切った。まあね、冒頭で散々話しましたよね、このスキー場の経緯についてね。で、そうだ、リフトこれこの第一リフトなんですけど、奥州市に合併してからですね、平成21年リフト建設されてます。で、他の設備は正直はぁ、くそーって感じの、だいぶ不満点の多いところなんですけど、リフトだけは新しい、一番お金かかる部分が新しいんで、しかもこれメインのリフトですからね、メインリフトが日本国内でも結構ね新しい部類に入るリフトなんで、これを生かして残りのところをちょこちょこちょこっと直して営業してくれれば嬉しいなと思って、正直第二リフトの方はあれがシングルリフトがぶっ壊れたらもう終了でもうしょうがないのかなっていう感じですね。うん、でもそうしてくれればねいいかな、もうちょっとね遊びに来やすいとこかなとかですね。ね、私が思う改善点はトイレはマジなんとかして、あれマジ無理。うん、で駐車場はね舗装できないのはまあ理解するから砂利ぐらい敷いてほしいですね。うん、マジ今だとただの泥沼だから、肉だとね泥でスタックするから、ね、あれマジマジあれ大変だよ。でそっから歩いてきてブーツがぐちょぐちょになるの見ても結構げんなりする感じです。うん、リフトのね営業ね、オープンリフトというかコースですね、営業オープンの判断が雪の状態で営業するのが正しいかどうかわからないけど、今日一日滑った板の裏の状態、さすが私、致命的なでかい傷は入ってませんね。まあ徹底的に避けたつもりです。はい、まあ頑張ればうまくできるって感じです。見えてるでかいバーあるんでそれは避けていきましょう。よし、じゃあまあこれでゲレレポパートは終わるんですけど、この後ゲレ食せっかくなんで食べていこうと思います。安くて早くてうまい的なゲレンデマップに書いてあるんですけど、とりあえず値段はね安くないような気もしますね。うん、まあ向こうの下等と比べれば安いですけどね。よし、まあ、とりあえずじゃあ一回これで動画を終わります。この動画面白かった、楽しかったらグッドボタン、チャンネル登録、その他もよろしくお願いします。それではまた次の動画でね。じゃあね、バイバーイ。